はい、皆さんこんにちは、レクセン人講師の吉澤敦史です。今日はこちら3科目出題傾向ピンポイント補強講座、年内の講座ですが、こちらのご紹介をさせていただきます。短い時間ですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。でこのガイダンス講義におきましては、まず民法、会社法、そして不動産登記法のですね、平成29年度本試験問題の出題傾向、特徴といってもいいですね、これを振り返ります。で次に、それを前提に、皆さんが何を意識してこれから学習を進めていくべきかについてお話をした上で、講座内容のご紹介を簡単にさせていただきたいと思っております。はい、それではまず民法からいきます。平成29年度本試験の民法におきましてはですね、長期間本試験で問われてこなかった古い過去問知識、これが出題されました。でまたそれが勝負足になっている問題も見受けられます。まずこちらをご覧ください。本試験の択一成績診断の結果でございます。この第4問ですけれども、成年被後見人と被補佐人の問題でした。で正解が4で、正解率は 67.3% でございました。でその次に選択率が高かったのが2の 17.0% だったわけですが、その第4問がこちらです。はい、こちらが第4問でございます。でこの足の部分見てみますと、まあ、4が正解で2が2番手に多かった足ですので、O ですね、O がかぶっております。O が軸足で、で、あと E ですね、あと E が勝負足だったことが伺えます。で、その勝負足、あと E のうちの E の足ですけれども、読んでみましょう。問題文冒頭からいきます。はい。A が成年被後見人、または被補佐人である場合に関する次の A から O までの記述のうち、A が被補佐人である場合にのみ正しいこととなるものの組み合わせは後期1から5までのうちどれか、なお B は A が成年被後見人である場合の成年後見人、または A が被補佐人である場合の補佐人とする。でそれを前提に E の足ですね、見てみますと、 A が B の同意を得ないで不動産を購入した場合において、その売り主が A に対し1ヶ月以内に B の追認を得るべき旨の催告をしたにもかかわらず、 A がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その売買契約を取り消したものとみなされる、丸か×かということですけれども、はい、この E の足ですね、民法20条4項という、まあ、みんなが知ってるはずの基本的な条文知識を問うものです。で被補佐人である場合にのみ妥当しますね。で、皆が知ってるはずのですね、条文知識であるにもかかわらず、じゃあなぜですね、かなりの数の人がこの問題を落としてしまったのか、ということになるわけですけれども、理由の一つとして考えられるのが、まあ、この20条4項をですね、昭和63年以降です。出題されていない、ということです。すなわち、過去問をですね、過去10年分もしくは15年分といった形で絞った上で回している受験生の方多いと思います。でその場合ですね、長期間本試験で問われていない過去問知識が演習対象から外れてしまうことになります。でたとえ、模擬試験とかでですね、出題されていたとしても、まあ、他の足で絞れてしまった場合などにはですね、復習対象に、なっていない、ということもあるでしょう。じゃあだからといってですね、例えば合格ゾーンなんかに載っている過去30数年分、のですね、過去問を全て、回すべきなのかということになるわけですけれども、まあ、時間がですね、まあ、余ってる方というか、まあ、例えば専業受験生の方とかですよね、はそれでいいと思います。ただ働きながらの受験生が多いこの試験ですから、可処分時間が限られている方が多いわけですね。なので可処分時間が限られている方はやはりその効率をですね、重視すべきでしょうから、過去問は絞るべきでしょう。
絞ったものを回して、各、ですね、コアを作る、べきだというふうに思います。で、ただ一方でですね、このように古い過去問知識も出題されている以上ですね、無視することはできません。で、そこで、ということで、はい、この3科目出題傾向ピンポイント補強講座においてはですね、こちら秋のパンフレットですけれども、はい、このそこで以降の部分ですが、そこで本講座では古めの過去問知識のうち、今後出題が予想されるものを厳選し、問題演習プラス解説の形で押さえていきますとありますけれども、はい、本講座ではですね、古めの過去問知識、まあ、これをですね、効率よく身につけていただくためにですね、出題が予想されるものをピックアップして、皆様に提供いたしまして、で、その演習プラスですね、解説の形で習得していただきます。古めの過去問知識ですね。で、ちなみにピックアップする問題でございますけれども、過去問そのものではなくですね、レックの過去の答練で出題された問題から古めの過去問知識が素材とされているもの、それをピックアップいたします。はい、それでは次ですね、会社法いきます。平成29年度本試験の会社法におきましてはですね、条文ベタバリ型ではない問題、まあ、すなわち条文知識が血となり、肉となっていないと正誤判断が困難な問題が数多く出題されました。まずこちらをご覧ください。先ほどと同じですね、択一成績診断の結果でございますけれども、はい、その28問目、ですね、はい、種類株式の問題です。28問目ですね。はい、で、こちらですが、正解が5ですね。で、1足と2足なんですけれども、それぞれ 3.4%、17.4% となっております。まあ、こちらをちょっと覚えておいていただいて、1を選択した方が 3.4% で、2を選択した方が 17.4% でした。はい、で、その第28問、なんですけれども、はい、こちらですね、で、この選択肢のところを見ていただきますと、はい、1、2とありますが、いずれもあが含まれております。すなわちあをですね、これ正しいと考えた方、まあ、これ正しいものの組み合わせをね、選ばせる問題ですけれども、あを正しいと考えた方がですね、約 20% いるということでございます。で、そのあの足なんですけれども、読んでみますと、はい、これ教授と学生のですね、対話形式の問題でございます。まず教授のですね、問いかけから見てみますと、議決権制限株式について説明してください。はい、それに対して学生のあ、はい、見てください。株主総会、または種類株主総会において議決権を行使することができる事項について制限のある種類の株式を議決権制限株式と言いますというふうに答えております。で、これが丸か×かということなんですけれども、はい、会社法のですね、108条1項3号をですね、見てみます。はい、こちらです。108条の1項の3号、こちらになります。株主総会において議決権を行使することができる事項。もう一度読みます。株主総会において議決権を行使することができる事項。株主総会においてとしかなっておりませんね。株主総会または種類株主総会においてとはなっておりません。で、会社法の条文、まあ、良くも悪くもですね、非常に親切な条文でございます。まあ、だからこそですね、長くて読む気がしないという受験生の方が多いわけでございますけれども、比較対象となる条文もついでに見ておきましょう。会社の188条ですね、の1項でございます。単元株式数についての条文です。
はい、読んでみます。1項、株式会社はその発行する株式について一定の数の株式を持って、株主が株主総会または種類株主総会において1個の議決権を行使することができる一段限の株式とする旨を定款で定めることができる。はい、この単元株式数についてはちゃんとまたは種類株主総会においてとなっておりますね。以上、108条1項3号の方にはですね、または種類株主総会という文言がない。まあ、これがですね、条文上の理由、形式的な理由ということになります。で、次、実質的な理由でございますが、極端な例、まあ、議決権制限株式のうちですね、いわゆる無議決権株式で考えてみましょう。 A 種類株式と B 種類株式、2種類の株式を発行している会社においてですね、 A 種類株式が全体の株主総会における議決権、これが全くない株式だとしても株主総会の決議は成立しますね。なぜなら B 種類株式の株主さんが存在するからです。で、それに対して A 種類株式が A 種類株主総会における議決権の全くない株式だとするとどうでしょう。およそ A 種類株主総会において決議は成立しないことになってしまいます。ですので議決権制限株式とすることによって制限できるのはあくまで全体の株主総会における議決権行使だけということになります。以上が第28問目、あの足についての話です。ではこのような問題のですね、正誤判断、これを正確に行うためにはどうすべきなのかということになるわけですけれども、こちらをご覧ください。はい、先ほどと同じ秋の中上級のパンフですけれども、はい、こちらのこのような以降です。このような問題に対応するためには条文の趣旨を理解し、条文中に潜む意識しづらいキーワードを意識する、すなわち真の条文力をつける必要がありますということなんですけれども、その通りですね。上辺の条文力だけではですね、会社法の得点は安定いたしません。安定して高得点を取るためには真の条文力が必要です。で、そこで、この3科目出題傾向ピンポイント補強講座におきましてはですね、この真の条文力をつけるべく、まあ、こちらですね、こちらをちょっと使わせていただきます。はい、公認会計士試験用の教材です。一問一答問題集でございます。で、こちら、まあ、公認会計士試験用の一問一答の問題集ですけれども、こちらの方がですね、難易度が高いから扱うわけではございません。難易度の話で言うとですね、司法書士試験の方が上かもしれません。で、難しいから使うというわけではなくですね、問題の作り方、もしくは問いかけ方が違う。だから普段気づかないこと、これに気づかせてくれることがあるということです。なので、会社法においてはですね、真の条文力をつけるべくこちらをですね、利用させていただきます。で、これを素材として、条文の趣旨の説明や、もしくは普段の学習においてですね、意識しづらいキーワードですね、こちらの指摘、条文中のキーワードです。この指摘なんかを行っていきたいと思っております。はい、それでは次、不動産登記法いきます。はい、不動産登記法においてはですね、まあ、近似、過去問未出ですの先例知識がですね、数多く出題されております。で、またそれがですね、勝負足になっているものも見受けられます。まずこちらをご覧ください。択一成績診断の結果ですが、はい、第19問ですけれども、相続に関する登記のですね、問題でございました。こちらですね、第19問相続に関する登記で、正解は3
で、正解率は 56.6%、そしてその次に選択率が高かったのが2で 24.2% でした。で、その第19問映画ですね、こちらでございます。はい、でこちら軸足が絵ですね、2と3なんで軸足が A で、あと E が勝負足 A だったということになります。3が正解です。2番手が2でした。なので軸足が A で勝負足が A、E ということになります。でその勝負足のうちの A の足ですけれども、こちら読んでみます。問題文冒頭からいきますね。はい、甲不動産の所有権の登記名義人 A に相続が生じた場合に、甲不動産について申請する登記に関する次の A から O までの記述のうち、正しいものの組み合わせは登記1から5までのうちどれか。で、A です。 A には配偶者 B、子 C および胎児 D がおり、 A の相続人間でされた協議により D が甲不動産を取得する旨を定めた場合には、 D の出生前であっても相続を登記原因とする A から D への所有権の移転の登記を申請することができる、丸か×かというような問題でした。で、この A の足ですけれども、胎児の出生前においては胎児を代理して遺産分割その他の処分行為をすることはできないという先例知識を問うもので、答えは×ということになります。で、胎児に関しましてはですね、最高裁判所の出した民法判例においては停止条件説が採用されているけれども、不動産登記実務においては解除条件説が採用されている。だからこそ不動産登記実務においてはですね、法定相続分による胎児名義の相続登記が認められている。ここまではですね、ご存知の方が多いのではないでしょうか。で本問A の足ですけれども、その一歩先のことを問う先例知識問題だったと言えます。解除条件説を採用する不動産登記先例も、出生前の遺産分割等まで認めてるわけではないんだよという先例知識でございます。で、着目すべきはですね、この先例知識は一度も過去の本試験で出題されていない、ということでございます。で、確かにですね、組み合わせ型の問題においてはご足とも自信を持って正誤判断できる必要なんてありません。確かにそうです。でただ午前の部にはなくて午後の部にだけ存在するものがあります。何でしょう。はい、そうですね、制限時間の厳しさです。そして自信を持って正誤判断できる足が多いほどですね、すぐに回答を絞ることができるということになりますので、次の問題に素早く移ることができます。ですので、出題済みの過去問知識、これを過去問演習を通じて身につける、これにプラスしてですね、未出の先例知識、これも押さえておけば安定した得点力に加えてスピードまで身につけることができる、こういう意味で鬼に金棒でございます。そこで本講座におきましてはですね、未出の先例知識をですね、意識的に抑えるためですね、未出の先例知識を素材とする問題足をですね、厳選いたしまして、皆様に提供した上で問題演習プラス解説の形で習得していただこうというふうに思っております。はい、以上をですね、3科目出題傾向をピンポイント補強講座のご紹介をさせていただきました。本講座が皆さんの平成30年度本試験突破の一助となることを願いつつ、ガイダンス講義の方を終了とさせていただきます。最後までお聞きいただきありがとうございました。